僕は岸井徹という役をやらせていただきます。で、まあ、徹は、まあ、すごく元気で明るくて、前向きなんですけれども、まあ、過去にトラウマがあって、まあ、過去を引きずって今を生きているので、その一見周りから見えるもう一つの人格みたいなのがあるんじゃないかなっていう、そういう役柄なんですけど、で、まあ、自分自身に自信はないけど人前で何かをやったり人に何かを与えることがやっぱ好き で自分との共通点がすごくありすぎるので、まあ、徹は新体操怪我のせいで諦めたって言うんですけど、実は、まあ、向いてないんじゃないかなっていうことで実は諦めてて、自分も陸上をやってまして、でその時に肉離れになって、それを口実に諦めたんですけど、結果自分にどっか自信がなかった、そういうところからすごくいろいろリンクする部分があるので、徹の気持ちをすごく理解できたというか、なので今回この役にはスッと入れたような気がします。僕は不動翼という役をやらせてもらうんですけど、新宿歌舞伎町で水商売を生業としている男なんですけど、共通点とかはあまり感じてないんですけど、ただ僕は昔新宿歌舞伎町とかを歩いてると、よくそのホストにならないかっていうその勧誘は日々受けていたので、素質はあるのかなとは思っています、単純に見た目的な。ただまあ徹との対比であるので、僕らが2人でずっといるので、とにかく古川君ともっともっと仲良くなって、その関係性が出ればいいかなって思っています。役作りとかは特にあんま考えてなくて、単純にそこで生きてられるように、新宿の街で生きてられるようにいたいなと思ってるんで、もうとにかく古川君と仲良くなりたいです、これから。はい、いたします。お願いします。お願いします。その新宿の街で起こっている謎の集団自殺の事件を、まあ、追いかけている刑事の郷田という役をやるんですけども、まあ、役作りというか、どちらかというと、まあ、今回刑事という設定柄もありまして、まあ、自分の役をこうどういうふうにやろうかとかというよりは、まあ、どちらかというと他の共演者の皆さんの役と自分が普段どう関わっていくのかっていう中から役作りをした方が正しいんじゃないかと、一番最初に顔合わせで本読みをした時にちょっと思いまして、それは何でかと言いますと、結局おそらくですけども、おそらくここにいる主人公のお二人、徹翼の二人とは、まあ、所轄の刑事なので普段街中でしょっちゅう顔を合わせてるんだろうなと、まあ、だからひょっとすると僕なんか変なあだ名つけられて、この二人からは煙たがられてる存在で、あいつまた来たよみたいなことを言われながら、おお、お前元気かなっつったら、ああ郷田さんこと何やってるんですかみたいな、そんな関係で普段は多分いるような間柄だと思うんで、その二人がその事件に巻き込まれていくっていうお話なので、そのちょっとした言動とか表情とか、そういう違いで、あれあれってこう気づく部分もあるのかなと思って、まあ、そこからこう自分の役を作っていくみたいなことを、まあ、それは他のキャラクターに関しても一緒なんですけども、まあ、やってる感じですかね。だから普段きっとこうなんだろうなって思うと、セリフの中に出てくる言葉の例えば言い方とか読み方とかっていうことで、ん？あれ？って思うことがあったりするので、まあ、そこからなんかヒントをもらってやってる感じです。はい。